おはようございますこんにちはこんばんはおやすみなさいたッキムでーすはい、えー、今日はですね2023年後期子ども家庭福祉問い19ですね地域子ども子育て,て支援事業についてお話ししましたちょこちょこ出てくる問題です、えー、ぜひ押さえていきましょう今日も一緒にやっていき 2023年後期子ども家庭福祉問い19次の1軍の地域子ども子育て支援事業の概要と2軍の事業名を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A 子ども及びその保護者が確実に子ども子育て支援給付を受け、及び地域子ども子育て支援事業その他の子ども子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において地域の子ども子育て支援に関する各班の問題につき、子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を総合的に行う事業。 B、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、保育士等がその許宅を訪問して、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする事業。 C、保護者の疾病、その他の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設、その他の施設に入所させ、または里親やその他の者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業。D、乳児、または幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行う事業。 E. 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を中途して、昼間において保育所認定子も園、その他の場所において一時的に預かり必要な保護を行う事業。2群ですね。A. 地域子育て支援拠点事業。E. 養育支援訪問事業。U. 利用者支援事業。A. 子育て短期支援事業。を一時預かり事業というところで、 これ4番ですね。U え、A O っていうのが正解になりますえ。今回のポイントなんですけど、地域子ども子育て支援事業について、まあなんとなくね、ざっくり理解しているかっていうところで、 結構ね、よく出てくる問題なので、ぜひ覚えてもらえたらと思います。僕もこの動画ですね、地域子ども子育て支援事業について多分4つ目ぐらいの解説動画かなと思いますので、まあそれだけ出てるっていうことです。ぜひ覚えちゃってください。はい、そもそも地域子ども子育て支援事業なんですけど、 市町村が主に州となって、地域の実情に応じて子ども子育て家庭等を対象とする事業になりまして、児童福祉法に基づいた子ども子育て支援法に従って実施していくよっていうやつです。事業自体がこの一覧。 たくさんあるんですけども、今日はこの中の利用者支援事業と、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業のこの5つを説明していきたいと思います。なんとなくの位置づけなんですけども、日本国憲法があって、児童福祉法があって、それをもとに子ども子育て支援法っていうのがあって、それをもとに子ども子育て支援新制度みたいなのがあって、 で、その中の一つの事業って感じですね。地域子ども子育て支援事業。まあ、こんなイメージ持ってもらえたらなと思います。で、最初ですね。利用者支援事業っていうのが、 子育て中の親子や妊婦等が地域の子育て支援サービスの中から必要な支援を選択できたりとか利用できたりするように職員が情報を提供したりとか相談に乗ったり援助をしたり関係機関と連携していったりしてもらう事業みたいな感じですね。育児相談窓口みたいなイメージを持ってもらえたらと思います。 利用者支援ですね、子育て家庭の個別ニーズを把握して、情報収集、提供、相談窓口、利用支援援助を行う窓口があったりとか、 で、窓口があって、そこからの地域連携ですね。連絡調整とか、えー、共同の体制づくりをしたりとか、地域の子育て資源の育成を行ったり、地域課題の発見、共有、地域での必要な社会資源の開発等を行っていくみたいな、ほんまに総合窓口っていうようなイメージを持ってもらえたらと。 で、基本型、特定型、母子保険型の3タイプがあるっていう感じなんですけど、窓口の設置場所が違うっていうイメージ持っといてもらえたらなと思います。そんなに深くは知る必要ないなと思ってます。次ですね、子育て短期支援事業です。 母子家庭等が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備していくために市町村が一定の自由によって児童の養育が一時的に,一時的に困難となった場合に児童養護施設とかで預かる事業になります。ショートステイって思ってもらえたらわかりやすいかなと思うんですけど、ショートステイ事業とトワイライトステイ事業っていうのがあります。で、まずショートステイなんですけど、 保護者の疾病とか仕事等の理由によって子供の養育が一時的に困難となった場合に一定期間ですね、原則7日以内らしいんですけど、子供を預かる事業になります。例えば育児不安とか育児疲れなどでちょっと精神上とか体上ちょっとしんどいね預かってほしいねっていう時とか、経済的な問題とかによって母子の保護が必要な場合っていうのに一時的にちょっと預かってくれるっていう制度ですね。 要は子供を数日間寝泊まりさせてくれますよっていうことです。いトワイライトステイですね。保護者が仕事とかその他の理由によって平日の夜間とか休日に不在になることで家庭において子供をちょっと置いとくっていうのが困難となった場合ですね。児童養護施設等において保護して生活指導してくれたりとか食事の提供っていうのを行ってくれる事業です。例えば保護者の仕事とかの理由によって で時日の夜間とかまたは休日に不在となったりとかもしくはそうですねいきなりお葬式で遠くまで行かなあかんでも子供はちょっと連れて行けないみたいな時とかですね要は子供を夜間に寝泊まりさせてくれる事業みたいな感じです次ですね地域子育て支援拠点事業ですね え、見てもらったらこんな感じみたいに思ってもらえるかなと思うんですけど、公共施設とか児童福祉施設を利用して、子育て中の親子の交流や育児相談とか情報提供を実施してくれるものですね。で、一般型と連携型っていうのがあります。交流の場の提供と交流の促進であったりとか、子育て等に関する相談とか援助を実施してくれたりとか、子育て関連の情報を提供してくれたりとか、 子育て及び子育て支援に関する講習を実施してくれたりとかする事業になります。で、一般型っていうのは常設の地域の子育て拠点を設ける子ども支援センターとかいうところですかね。で、連携型っていうのは児童福祉施設等の多様な子育て支援に関する施設に親子が集う場を設けるっていうところですね。児童福祉施設とかにこう連携していくみたいなところですね。 次ですね、養育支援訪問事業ですね。養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、保健師さんとか助産師、保育士さんが、居宅を訪問して、指導とか助言を行うことによって、その家庭のですね、適切な養育の実施を確保していこうっていうやつです。で、入児家庭に対する支援と、不適切な養育状態にある家庭に対する支援の二つに大きく分けられるんですが、 入児家庭等に対する支援では、産後鬱つとか、妊娠期から乳幼児の保護者で積極的な支援が必要だな、と認められる人に対して、育児支援とか、簡単な家事とかの援助をしたりとか、相談助言っていうのをしていく支援になります。 不適切な養育状態にある家庭等に対する支援では、虐待の疑いがあるとかの不適切な養育状態ですね。マルトリートメントって言うんですけども、定期的な支援や見守りが必要な家庭に対して指導とか助言っていうような援助を行っていきますよっていう、この大きく二つに分けられますよっていうことです。最後ですね、一時預かり事業ですね。もうこれ名前でちょっとイメージつくかなとは思うんですけど、 保護者が子供を見ることが一時的に困難になった家庭のために、幼稚園とか認定子供園とかを使って預かってくれるサービスになります。一時保育とかも言ったりしますね。で、4つのタイプがあって、一般型ですね、子供が保育所、幼稚園、認定子供園等に通っていない場合に利用することができるスタイルです。 で、余裕活用型ですね。利用している子供の数が定員に達してない保育施設とかで保育が行われて、預かる子供の人数は定員の範囲内で行うようにっていう取り決めがあったりします。次、幼稚園型ですね。普段の幼稚園の教育時間の前後ですね。とか、長期休みですね。春休みとか夏休みのどの長期間の休業日に幼稚園において一時的に預かるスタイルですね。満3歳未満の幼児も預かる幼稚園2型っていうのも創設されました。 この3つとは違って、居宅訪問型っていうのがありまして、他の一時預かりとは異なって、どうしても行かないといけない場合っていうのがありますので、その子供の自宅に直接職員が訪問して、一時預かりをするっていうスタイル。この4タイプに分かれますよっていう話です。はい、以上で問題を振り返っていけるかなと思います。 まず A ですね。地域の子ども子育て支援に関する各派の問題につき、子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整等を総合的に行う、総合的な窓口ということで、これは U の利用者支援事業っていうふうになります。 B ですね。養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、居宅を訪問していって指導助言等を行う事業は、これは養育支援訪問事業の説明でした。次ですね。家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設とか、その他の施設で入所させて、必要な保護を行うっていうのは、 子育て短期支援事業ですね。ショートステイトトワイライト事業がありましたよっていう説明をさせてもらいました。次、乳児または幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所ですね。子育てサロンみたいな感じですよね。子育てについての相談とか情報の提供、助言、その他の援助を行う事業は、地域の子育て支援拠点事業です。 次、最後ですね。家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を昼間において保育所とか子供園、その他の場所において一時的に預かって必要な保護を行う授業は、その名の通りで、一時預かり授業っていう風になります。ということで、この問題の答えは、う、い、え、あ、おの4番が正解になります。皆さん今日もお疲れ様でした。また他の動画でぜひお会いしましょう。チャンネル登録、いいね。 どうぞよろしくお願いいたしますではバイバイ